はい、えっ、ー、と,、はいえー、とこれもそのうち誰かが動画にしてくれると思うんだけどこの「信、えー、次郎付箋付きのカンペがすごいなっていうことで映ってますでしょうかね。映、はい、ってますでしょうかね。はい、これ、えー、このチャンネルは書けるのでこれを書いてコメントが <laughs> この回。 権のために今までの反省の中で一番もう勉強したんだろうなとか書いてあります、ね。勉強したけど頭に入りませんでした <laughs>。なんかねあのこのやりとりをねあの褒めてる人が結構いたんですよ小泉進次郎さんねうんうんあで私もあ立派な方なんだなと思ったね、うん、ええー、えまあね。 まあどこまでね本当にバカなふりをしてんのかどうなのかね分かんないですけどね、うんうん、まあ <laughs> これもこれも、うん、こういう画像もね、うんうん、いくらでも作れるし何が本当かね何もかもね、うん、もう写真とかね動画とかね何でも今もう作れちゃうからねうん本当にね、うん あの何にもあの信用しない方がいいと思いますけれども、はい、まあそれでもね、うんうん、こ,うこれのね出す側だってね、うん、出す側だって嘘を出すわけにはいかないからねこのね、うん、この、うん、これでこれでこの方は分かんないですけどねこの方は分かんないですけどこの方は違う何どんくらいいるのかな。 1.9万か1.9万か分かんないとこれツイッターねツイッターでもなんかお金稼げるっていうなんかいい時々出てくるのでね、うん、だけどアフィリエイトとか無理だと思うんだけどな、うん、そんな買わないですよね <laughs> いらないものねだからその仕組みがちょっと私それ勉強してないので分かんないですけどもはいうん。 YouTube も YouTube も難しくなってなかなか、うん、でもこの方は違うでしょ、うん、この方は違うと思うのでね、はいえー、わざわざね嘘を長うん、うん、何何やってもねうん猫ちゃん猫ちゃんワンちゃんでもねあの数字は取れるからね、うん、猫ちゃんワンちゃんの方がいいんじゃないですかねうんだからそういうことじゃなくてね、うん、はい えー、この人はねこの世の中をなんとかし,したいと思ってね頑張ってる方なんですよね純粋にねはい、はいはいえー、そういうことでですね、うん、これ本当 <laughs> ここんなに逆に付箋があったら逆にねあの大変じゃないですか、うん、分かんないっきうと、うん、それよりちゃんと記者の方にね この質問にしてくださいとかね打ち合わせみたいのできないのかなできると思うんですけどね、うん、これだけのねもう通貨発行権の方ですよねこんなやらなくなればね、うんうん、利権とかね、うん、利権とか通貨発行権の方だと思うのでねはい、はいえー、ということで、はい、この記事を書いておきますはいどうもすいませんでしたはい失礼します。